それでは実際に、装着していきたいと思います。まずマザーボードですね、袋に出してこのマザーボードの箱の上に置いてください。このマザーボードの箱はさっきも言ったんですけど、非常に頑丈なんで、この上で作るのがいいと思います。まずですね、このさっきの箱から CPU だけを出します。そしてですね、ここのレバーをよいしょと外すと、よいしょ。こういった状況になります。これですね。ここに CPU をはめていきたいと思います。はい。これ注意する際はですね、向きをよく気をつけてくださいって言ってるんですけど、まあ文字が書いてあるんで、それをこう手前に置けば問題ないですね。はい。でこれをこのまま普通にガチャンと。やればこのカバーが自然に外れます。そしてあれ、はい、こうやってやって、よいしょと、はい、ごめんなさい、これで CPU がはまりました。で次は、あ、でこのカバーはマザーボードを修理する際に必要なみたいなんで、取っとくようにしてくださいね。はい。で次はですね、CPU クーラーでですね、はい、これをつけていきます。でこれがですね、意外と大変でして、はい、説明書通りにまずやっていきたいと思いますね。いろいろ準備不足で、よいしょ、やっぱ外した方がいいですかね。ちょっとこれ外しますね。よいしょ。なんで外すかと言いますとですね、この裏にですねプレートをくっつけるんですね。はい。向きはこの、はい、クッションがついてる方を下ですね。でソケット、このマザーボードの規格に合わせてなんか穴がなってるみたいなんで、とりあえずこれで、あ、向きもあんのかな、こうですね。はい、あ、ぴったりきました、ぴったり。ここの穴が開いてると思うんです。穴が開いてるところをこのマザーボードのこの穴に入れますね。これマザーボードごとに違うので、よくよくチェックして、でこれをこのまま裏返しにして、こうベタ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 触ってて大丈夫かなと私も思ってたんですが、ひとまずそんなトラブルはないですね。触ってたからといってなんか油でどうこうっていうのは今までありません。よいしょ、あ、はまりました、はまりました。あー、よかったよかった。いやー、時間がかかりましたが、これでなんとか、ところがですね、これまだ組み立てたりね、向きがあったりとかね、難しくないんですけど、ちょっと失敗、最初、慣れないうちはややこしいですかね。これ今何をやってるかというと、クーラーの、CPU クーラーの土台作りですね。結構大きかったじゃないですか、さっきのクーラーね。あれをこう支えるためにやっぱり土台がないとしっかりしないんで、その土台を作っておりますと。はい、しっかり締めてと。はい、そうですね。はい、しっかり締めました。そして今度この足をつけます。はい。でこの足の向き、このへこみがあるので、これをちゃんと確かめてつけないとダメですね。説明書のこうつけろっつって、こうですね、こうつけてくださいと。で 6番ですから、これマウントプレートですね。で
校ですかね。はい、そこで5番のネジ、まあネジはこれしかないので、ネジをちょっと4つ出しますね。よし、これがまたやりづらいな。よいしょ。はい。とりあえずカリカリ止めぐらいの形で。撮影できてるかな。大丈夫かな。おっとっとっと。でなんかこういう自作パソコンってなんか器用な人とか。ね、こう理系の人とか工学なんかそういうこと工作得意な人とかがやるんじゃないのなんて思ってるかと思うんですけど、まあ見てもらって分かる通り、もう私はもう不器用ですよね。もう器用とほど遠いです。で私はあの別に理系でもなくて私立文系の普通のパソコンとかそんなに数学とか物理とか全く分かんない人です。はい、これでとりあえず何だったですかね。これは土台なので割としっかり締めないと、実際装着するときにはこういった状態で使うので、立ててマザーボード立てて使うので寝かして使わないので、少ししっかり締めといてください。で下のこの土台のビスが緩い場合もしっかりあの面倒くさがらずに締めてください。はい、それで次ですね。はい、グリスですね。グリスがこれが標準でついてるグリスなんですが、今回はこちらを使います。こちらの方が熱伝導率がいいので、はい、もう普通に、はい、出てきますね。でこれはですね、 CPU からはみ出さない程度に塗るんですが、私はいつもこの X を書くようにして塗ってます。 XX グリ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 、最初これやるとき怖かったですよね。CPU からなるべくはみ出さない感じで、で余ったのはここのこういった感じでこういうふうに発光を描くような形にしてますかね。私はであんまりつけすぎても良くないので、この程度に、はい、しといてください。でそれでこの CPU を、あ、 CPU じゃない、ごめんなさい、クーラーをつけるんですが、はい、こう向きがあるのかな、こうつけるみたいですね。なのでこうつける、こうつけるので、これをなんか足をこう入れるみたいですね。で足はどうやって入れるのかな、こういった感じにセットします。それでちょっと待ってくださいね、まず外して、ここのシート、これシートがついてるんで、これをペリペリと外します。で、向きを確かめて、この橋渡しを入れて、ここに装着。これ向きどっちでいいんだろう。向きはどっちでもいいのか。はい。まあこうでつけましょう。まあダメならダメで。よいしょと。これで乗ったと思います。それでこのネジをはめていきます。
私はこの CPU クーラーつけるのが一番嫌ですね、作業の中で。なんか面倒ですね。皆さんはどうですかね。私はこれが一番嫌いですね。本当だったらリテールクーラーだともっと簡単にパチンパチンってできるんで、まあ最初は初心者の方はそれから始めても全然問題ないと思いますね。よいしょ。ちょっとここもしっかり固定するので、しっかり締めていきたいと思います。よいしょ。こっちが随分緩いかな。よいしょ、これでついたかな。はい、まだ回るか。おっ、危ない危ない。これが随分よいしょ。はい、なかなか様になってきたと思います。で、はい、これですね。このファンを取り付けるのですが、 CPU ファンがここにあるので、どうしたらいいのかな。こうつけるのかな。こうですかね。こうつけてあげるんだと思うんですが、よいしょ。さあ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 、ここからが